Ogiso! Yokatta. Nantoka maniatta. Sugiura? Kyou seikei dakke? Ikinari honmei da ne. Doushite? Ayamaritakute. Kino, anna hidoi koto itte gomen nasai. Ogiso, kyou ga nyushi datta no ni, amari ni mo hairyou ga tarimasen deshita. Oh, yame ro tte! Minna mite ru! Gomen. Sore dake no tame ni wazawaza natteta no ka? Denwa ja tsutawaranai koto mo aru shi, chokusetsu aatte ayamaritakatta kara. Sugiura. Sore mo shiken ga hajimaru mae ni, ima made no Ogiso no ganbari ga watashi no sei de muda ninatta ra dou shiyou tte. Betsu ni kini shite nai tte. Dōuse hito sama ni ibareru hodo ganbatte nai shi, sore ni Sugiura ni wa okurare narete ru shi. Demo, ima made wa watashi ga tadashikatta kedo, kinou no wa Ogiso no hou ga tadashikatta kara. Ima made wa zenbu ore no hou ga machigatte ta no ka yo. Gomen, watashi mata. Ya, ii yo. Sou iu no ga Sugiura rashii. Rashii. Nanka, kyonen made no Sugiura to hanashiteru kibun da. Sotchi mo, chotto wa fukkireta mitai da na. Ano ne, Ogiso. Watashi wa, anta ni iroiro to hanasanakucha naranai koto ga aru. Sou nano? Itsuka shoujiki ni zenbu hanashitai. Watashi ga douyu ningen ka, rikai shite moraitai. Sono ue de, hontou no imi de, ayamaritai tte omotteru. Nanka iroiro aru mitai da na, Sugiura mo. Ore ni wa kokoro atari zenzen nai n da kedo. Demo ima wa, me no mae no shiken ni shuchuu shite hoshii. Kinou no koto, hontou ni gomen nasai. Soshite, kyou wa ganbatte. Wakatta. Shoujiki, kou shite hanasete chotto ki ga hareta. Kore de kyou no shiken, heijou shin de ukerare sou da. ごめんね。何度も言うなって。さて、俺そろそろ教室行くわ。受かるといいね。受かるに決まってるだろ。春からも同じ大学だ。またよろしくな。それじゃ、頑張ってね。あ、じゃあな。 おはようございます。おはようございます。本日は朝礼に入る前に杉浦さんの方から挨拶があります。杉浦さん。はい。皆さん、おはようございます。杉浦です。突然ではありますが、私この度今日限りでこちらのアルバイトを辞めさせていただくことになりました。 こちらにお世話になってから、3ヶ月ほど経ちました。少しずつ仕事にも慣れ、やっと皆さんのお役に立てそうになってきたこの時期に辞めるのは、大変申し訳なく思っています。理由は、個人的な事情で詳しくは言えませんが、ただ、しばらくの間、学業に専念するつもりです。この3ヶ月間、皆さんには大変にお世話になりました。 今後もこちらで得た経験や知識を生かして、新しい環境でも頑張っていきたいと思います。最後に、店長代理、チーフ、職場の皆さん、本当に突然のわがまま申し訳ありませんでした。そして、今までありがとうございました。さようなら。皆さんもお元気で。
それじゃあ解散します。各自開店準備お願いします。ねえねえ、小春っち小春っち。あ、チーフ、今まで本当にお世話に。そんなことよりもさ、ちょっとちょっと、こっちこっち。それじゃあ俺も今日は帰る。一生恨みますよ北原さん。なんすか、できちゃったすか、学生結婚すか、付属の卒業式を前にして前代未聞の不祥事すか。なわけないだろ、本人も言ってたじゃないか、学業に専念するって。もうすぐ卒業じゃないっすか。せめて大学の始まる4月までは続けてくれても。そしたらその間に北原さんにもう一人育ててもらって。俺もしばらく休むって言っただろ。まあこっちは4月になったら要望次第では復帰するけど。来世でも恨みますよ北原さん。いい加減それはやめろ。十分店のために尽くしたろ、俺も彼女も。戦力になってくれちゃったのが痛いんすよ。今から急いで求人かけたところで、果たして即戦力が引っかかってくれるかどうか。本人だって本気で悩んで決めたんだ。気持ちよく送り出してやってくれ。はあ、ま、杉浦さんにはそうしますよ。だから北原さんに愚痴らせてもらってんです。まあとにかく本気でヤバかったら相談乗るから、今日のところは帰るな。はい、お疲れっす。また4月だからって復帰前提で話進めるなよ。俺だって一応来年は就職組なんだからな。あの店に戻ることだってできるはずだ。前に進む覚悟決めただけです。不退転のってやつです。それじゃあまずは本屋に行くぞ。それから俺の部屋に戻って作戦会議。今日中に方針を決めて明日から動く。はい、これからは分刻みのスケジュールだ。寝る暇なんかないと思え。小春が決めたあのプランで行くならな。お願いします。巻き込んでしまってすいません。正直俺としてはあの方針に関してだけは考え直してほしいところだけど。それはないです。本当にごめんなさい。
きついぞ。ていうか今年は9割方無理だぞ。でしょうね。後悔しないか？するに決まってます。多分どっちを選んでも。だから私はほんの少しでも後悔の少ない方を。悲しませる人が比較的少ない選択肢を選んだだけです。だからその春樹先輩も、もし付き合いきれないって思うなら、先輩はそのやっぱり無理していただかなくても、私一人で。自己完結して落ち込むな。そんなこと言ってない。だって先輩急に黙り込んじゃうから、やっぱり私のこと負けたんだって。見捨てるわけないだろ、今の小春を。地獄の底まで付き合うよ。とにかくサイは投げられた。半月か一月か一年か、それともずっと抱え込むか。進もうな、不退転の決意で。はい。ところでさっきは何の騒ぎだったんだ？随分と中川さんたちに可愛がられてたみたいだけど。あれですか。小春って実はあの中では結構いじられてた。どちらかというと私というよりは。なんだって？今なんて言ったんだ杉浦。ご迷惑をかけてすいません。先生にはなんてお詫びしていいのか。そういうことを聞いてるんじゃない。お前が何が言いたいのかわからんと言っとるんだ。北条大の推薦を辞退させてください。理由を言え、理由を。卒業まで1週間を切ったところで今さら何を言っとるんだ。聖戦大の二次募集を受けます。どうしても行きたい学科があるんです。そんなの認められるか。両親は何て言ってるんだ。説得、いえ納得してくれてます。信用できん。連れてこい、直接話をする。
用はないです。こうして誓約書に印鑑もらってます。私のわがままを両親は認めてくれました。推薦が決まってから辞退するなんて、先生だけでなく学校にまで迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ないと思ってるんです。迷惑どころの話じゃない。来年度からの合格者数にも影響が。分かってます。だからこうして先生にお願いしに来たんです。大学の方に謝罪に伺いたくて。私に謝りに行けというのか？私が直接行きます。でもできれば先生に同行してほしいんです。杉浦、確かに先生には多大な迷惑をおかけすることになりますけれど、同行していただいた方が付属への影響を最小限に抑えられると思うんです。それはその通りだが、北条大付属の学生としてあるまじきことというのは分かってます。でも聖戦台に行きたいんです。お願いします。失礼します。もしかして聞いてた？小春、美穂子に会うことがあったらさ、よかったらでいいんだけど伝えてよ。え？北条大行っても大丈夫だよって。あなたを苦しめるものは何もないよって。それって、小春、そろそろ帰らないと。私これから追い込みなんだ。もう一月切ってるんだけどね。そんな。それじゃあね、二人とも。美穂子とこれからも仲良くしてあげてね。ちょっとねえ小春、待って。無謀だよそんなの。さゆり、今から志望校変えるとか推薦辞退するとか、たった一月で、しかも先生なんて無理に決まってるじゃん。そうだよ、先生ってうちの大学と同じくらいか下手すると上。やってみなくちゃわからないよ。小春、ありがとうさゆり、心配してくれて。心配なんかしてない。ただあんたはバカだって言ってんの。それでも決めたんだ。どうせ受けるなら自分の行けるところじゃなくて行きたいところにしようって。絶対落ちる、一年棒に振る、私たちのこと恨むようになる。ならないよ。自分がするって決めたことは自分で責任取る。出なきゃあなたたちと仲違いなんてしなかった。さよなら、あこ、さゆり。卒業式も行けないからこれが多分最後。じゃあね、二人とも。元気でね。しかし開き直ると決めたらとことん開き直るやつだな小春は。どこがです？推薦の辞退のことも、諏訪先生との交渉のことも、大学への謝罪訪問のことも。でも辞退するって決めた後のことは全部春樹先輩の計画通りですよ。確かに手口は俺が考えたよ。でもまさか
まるっきりためらわないなんて。先輩のこと信じてますから。先輩の社会経験と頭の回転と容赦のなさを。ほんのちょっとしたボタンの掛け違いじゃないか。もっと他にいい仲直りの方法はあるはずだ。まずは入学してから時間をかけて説得して、いつか復学してくれるのを待てばいいじゃないか。しばらくは休学扱いにしてもらって。今起きてることは深刻だけど、元を正せば付属の女の子に単なる失恋だろう。きっと数年後には、あの時はなんであんなことに本気になってたんだろうって笑ってしまうような恥ずかしい思い出に変わるさ。なら、その他の仲直りの方法ってのを今すぐ教えてください。時間なんてかけてる余裕なんかないんです。これ以上美穂子に傷をつけるわけにはいかないんです。単なる失恋なんて言わないで。私、自分の恋を誰にも否定されたくないです。たとえ本気で恋してる相手にだって。今本気なんです。数年後なんてどうだっていいんです。それに私は数年後だってきっと本気です。こうと決めたら本当に何言っても聞きやしないんだもんな。だから先輩が許せなかった。だから先輩とぶつかった。だから先輩のこと好きになったんです。レベル高いんだぞ、聖戦大の文芸学部って。先輩のゼミと交流があるんですよね。何人かと面識あるけど、正直うちよりも上だと思う。出版やマスコミの就職も多いんですよね。まあそういうのが得意な学部だから。先輩、出版関係志望なんですよね。まあできれば。なら十分です。狙うに値します。絶対に合格してみせます。誰にも迷惑かけません。小春、美穂子にもさゆりにもあこにもクラスにも先生にも付属にも先輩にもお父さんにもお母さんにも飯塚先輩にも伊豆沢先輩にも小木曽にも、そして小木曽先輩にも。ところでどうです、問3。え、ああ待ってろ。決まってたからって遊んでたわけじゃないんです。ちゃんと普通の受験生のレベルは保ってますよ。いけそうですか。大学受験を甘く見るな。ほら次、おいよ。はい。とにかく小春が一般入試を受けるって決めてしまった以上、俺は試験の前日までお前のそばを離れない。はい。だからあと3週間小春も覚悟を決めて俺の言うことにだけ従ってくれ。俺を信じてくれ。はい、北原先生。その呼び方だけはやめてくれ。
卒業決まったんだ。ええ、先週先生方とご相談して出席日数は少し足りないけれど2学期の成績は問題なかったから特例ってことで。よかった、よかった。ありがとう。これも杉浦さんのおかげよ。あの子が休んでいる間もいつもノート届けてくれてたから。いえ、私なんか。これでとりあえずは一息ついたってところね。まだまだ解決できていない問題は多いけれど。それで今日は美穂子にも内緒で私に話したいこと。ええ、実はお水おかわりいかがですか。進学しないって言い出した理由についてです。知ってるのね。よかった。あの子って今まで一言も話してくれなくて相変わらずビニツ続きだから強くも聞けなくて。そうですか。それでどうなの。やっぱりクラスのお友達とうまくいかなかったのかしら。中等部の頃はよく学校行きたくないって口にしてて、付属に入ってからはそういうこと言わなくなったから安心してたんだけど。それも杉浦さんが朝迎えに来てくれたりいつも仲良くしてくれたからだったのよ。本当に感謝してるの。ごめんなさい。でも今回の原因は私なんです。え、私が美穂子のことを傷つけちゃったんです。だから美穂子にとって今までよりも深刻なんです。おばさんの言う通り私と美穂子仲良かったと思います。美穂子私のこと一番信用してくれてたって、うぬぼれじゃなくそう思ってました。そんな私があの子を裏切ったから。だから今まで以上に誰にも心を開いてくれないんだと思います。何があったの。それは言えません。ただ言えることは何十年も生きてきた大人の人たちにはもしかしたらバカみたいでくだらないことけれど、たった十数年しか生きてない私たちには何よりも大事な問題です。そう、そうなの。ごめんなさい。ううん、そのことを話してくれただけで。それでさらに厚かましいお願いなんですけど、おばさんに頼みたいことがあるんです。何かしら。私美穂子と話がしたいんです。それは家に来るということ。いえ、今直接話をしてもこじれるだけだと思います。だからこれ渡してほしいんです。手紙。今の私の気持ち全部書きました。感情的にならずに落ち着いてよく考えて、けど正直に隠し事なしで、いいことも悪いことも。美穂子に渡せばいいのね。わかったわ。そんな安請け合いしていいことじゃないと思いますよ。美穂子、本当に私のこと許してないから。いいえ、絶対に渡します。でも、こうしてお友達が一生懸命に話しかけてくれてるのに、それでも答えないとしたらそれは美穂子の方が悪いわ。おばさん。でもあの子がそうなってしまった理由は私たちが甘やかしたせいなのかもしれないけど。そんな
ことないです。美穂子本当にいい子です。私がいけないんです。とにかくこの手紙は私が責任持って預かります。そして必ず美穂子に読ませるようにします。ありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとう。そして改めてお願いします。これからも美穂子と仲良くしてあげてね。頑張ります。お疲れ。読んでくれるかな、美穂子。読むさ。お母さんがあれだけ太鼓判を押したんだ。きっと粘り強く話してくれるよ。それでも許してくれなかったら。そのためにお母さんを味方に引き入れたんじゃないか。どういう意味です？これで俺たちはいついかなる時でも矢田さんに手紙を渡せるようになったんだぞ。何度でも何度でも。先輩、正気戦だって視野に入れてる。抜かりはないって。本当にいろいろ考えてるんですね、大人の手口。まあね。満々だったんですか？何が？お母さんを味方につけるって作戦のことです。絶対にうまくいくって言ってましたよね。そりゃ矢田さんのことを誰よりも心配してて、誰よりも愛してる人だから。小春には失礼かもしれないけど、それこそ小春よりも。それほど知ってるわけじゃないのに、よくそこまで信じ切ることができますね。信じてなかったよ。え？母親って人種を一人しか知らなかった頃はまるっきり信じてなかった。先輩？けどいろんな相手と付き合っていくとさ、いろんな人のいろんな母親を知る機会があってさ。さっきの小春との会話を聞いてますます確信した。いいお母さんだよな。少なくとも美穂子や私よりは話の分かる人ですよ。お前らも片方でもいいからあのくらい柔軟だったらこんなことにはならなかったかもな。ですね。ね、先輩、さっきの話。さっきのって？その先輩のお母さんのこと。ん？小春？ううん、何でもないです。私が聞いていいことじゃないから。そうか。ここでご飯食べちゃいましょうか。ああ、そうだな。で、そのまま部屋に戻って勉強再開ってことで。
じゃあちょっと休憩にするか。それとも今日はもう終わりにするか。一応予定してたところまでは進んだし。小春？起きろ。そろそろ終電の時間だぞ。小春、小春。だから風邪ひくぞ。小春、小春、そろそろ起きるんだ。今は止まらないって約束だろ。おはようございます。昨日の雪結構残ってますね。来るとき2回くらい滑っちゃいましたよ。あ、暗い。ああ、もう不健康だな。平気だって言ってるだろ。それよりもどうして。どうして行かないんだよ卒業式。
そんな時間はないんです。3年間の集大成じゃないか。今日だけは1日くらいは。入試まであと2週間もないうちでの1日ですよ。そんなの大したことありすぎます。でも出ても出なくても卒業は卒業です。何も変わりませんよ。そんなことよりも勉強勉強。私にはもう残された時間はないんですから。それじゃあ時間になったからみんな体育館に移動な。来ないね、二人とも。せめて矢田さんだけでも来てくれたら。そしたら小春のしたことも。あの子の名前は出さないで。もう私たちと関係ないじゃない。さゆり関係ないんだよ、うん、ほらお前ら最後だぞ。さっさと出てけ。分かってるって。ほら行こう。よし、もう大丈夫。小春、できたとこまで見せて。小春？小春。休憩。ごめんなさい、今から一生懸命やりますから。だからその見放したような言い方しないで。じゃあ言い方変える。卒業証書授与。え？清水さゆり。卒業証書、3年 A 組清水さゆり。以下同文。杉浦小春。園田亜子。はい。卒業証書、3年 A 組杉浦小春。以下同文。いや、小春の場合は以下同文だよな。出席番号1番じゃないし。ほら、証書の方にはちゃんと書いてあるだろ。表記のもの、当校の全課程を修了したものとここに認定するってさ。なんだよそのバカバカしくて相手してられませんって呆れたような顔は。バカバカしくて相手してられませんね。雰囲気だけでもと思ったんだけどな。別に卒業証書もらえないわけじゃないですよ。後でちゃんと自宅に届くんですから。
じゃあこれは全くの無意味か。あ、捨てちゃダメ。え、でも。紙がもったいないから持って帰ります。先輩、筒ありませんか。折ればいいだろう、薄い紙なんだから。ダメです。額に入れて部屋に飾って、毎日朝起きたらそれを見て鼻で笑うんですから。お前な。ああ、ノート無駄にしちゃって。ほんと先輩って時々幼稚なんだから。ずっと大事にしますね。矢田美穂子、3年 A 組以上。3年 B 組45名、浅利健一。はい。そっか、当時に指名されてたんだ。断りましたけどね、もともとデキレースでしたから。諏訪先生に無理やり決められちゃったんですよ。諏訪か。もしかして俺の時もあいつのご利用しだったのかな。ああ、春樹先輩も諏訪先生のお気に入りだったんですか。私たち嫌なところで共通点ありますね。だから小春樹って呼ばれるんだろ、竹谷に。それってなんか納得できませんよね。私別に先輩の真似してるわけじゃないのに。ただ3年遅く生まれただけで。でどんなこと喋ろうと思ってた。だからもう断ったって。小春のことだから。必死で原稿は作っただろ。断りきれなかった時にも恥をかかずに済むように。先輩、もしかして私の部屋に盗聴器つけてます。こと勉強とか学校行事に関してはお前の考えることなんか手に取るようにわかる。本当はちょっとだけ誇りに思ったろ当時。先輩と出会ってなかったら今頃胸を張って堂々と舞台に立ってたかもしれませんね。ああ、嘘です。嘘。そこで落ち込まないでくださいよ先輩。ならさ、今ここで披露してくれよ、小春の考えてた当時。嫌ですよ、そんな恥ずかしいこと。そんな恥ずかしいこと書いたのか。ますます聞きたくなってきた。性格悪いですね先輩。小春に似てるって友達に言われたよ。もう、でも聞いても意味ないですよ。当時としては使い物にならなかったから。本気でどんなこと書いたんだよ。別に大した内容じゃないですよ。ただただ気がついたらたった一人に向けてのメッセージになってたんです。それに送られてるのか送ってるのかよくわからなくなっちゃって。だから封筒に入れて今朝届けてきました。矢田って表札のかかった家に。小春、先輩の言う通りでした。私はもう美穂子といつでも話せる。うん。卒業しても別々の大学に通っても決して途切れることはないんです、私が諦めない限り。なら諦めるなよ。はい、絶対に。続いて当時卒業生代表、3年 F 組、堀田智明。はい。本日は多数の方々のご臨席を賜り
このように盛大な卒業式を開いてくださったことに、卒業生を代表して感謝申し上げます。こうして今日の日を迎え、学園生活を振り返ると、入学式からの長いようで短い日々を鮮明に思い出すことができます。思い起こせば3年前、桜が満開で暖かい風の吹くうららかな春の日に、あなたは入学式から欠席してたよね。くじ引きで決まった私の席の隣は、その後1週間ずっと誰も座ることがなかったの。だから私はまだ見ぬ隣人のことをずっと想像して、自己紹介ばかりでちっとも本題に入らない不毛な授業の退屈しのぎにしてたっけ。その一週間後、初めての出会いから3年間、私はあなたとの思い出を全部覚えています。テスト前、美穂子の家に泊まり込みで勉強したこと、3階建ての家、豪華な食事、広すぎるお風呂まで、何もかもカルチャーショックで眠れなかったこと、体育祭の二人三脚、お互いの速さが全然合わなくて、本番では二人して傷だらけになっちゃって、閉会式まで保健室でおしゃべりしてたこと、修学旅行、学園祭、普通の日常まで、いつの日の景色だってすぐに浮かび上がってくる。2年になってクラスが離れてしまった時、この世の終わりかと思うくらいに泣き合ったっけ。3年になって再び同じクラスになった時、生き別れの姉妹と再会したかのように泣き合ったっけ。あと外せないのが、お互いが頑固者だったせいで何度もやり合った大喧嘩、そしてあの騒ぎは何だったんだってくらいのあっという間の仲直り。たった一度だけ仲直りできなかった最後の大喧嘩、目を閉じて思い出すだけで懐かしかったり楽しかったり苦しかったり辛かったりします。でもあなたはもっと辛かったんだろうね。私のこと大嫌いになるくらい苦しかったんだろうね。でもね、あなたが大嫌いな私は今でもあなたのことが大好きです。ひどいことしておいて、深く傷つけておいて、どれだけ都合がいいんだと言われるかもしれないけど、そのことだけはもう譲りません。この数日間ずっと逃げてきたけれど、ずっと目を背けてきたけれど、今後ずっと美穂子の最悪の思い出の中心に居続けて、そのまま永遠に憎まれ続けられるのも、克服して忘れ去られるのも、どっちも嫌だから、ひとまず今はあなたの前から消えます。あなたが普通の生活に戻り、大学に進学して日々を楽しく思うようになり、少しでも私のこと許してもいいかなと思ってくれるその日まで、あなたとは違う場所で頑張っていきます。そしていつか再び私たちの道が交差した時、その時の私とその時のあなたとで、もう一度大喧嘩して、そして仲直りしたい。いつかきっとそんな嬉しくて幸せな日がもう一度やってくるって信じて、美穂子のいない日々を頑張っていきます。私たちの人生はずっと続いていくんだから、ずっと諦めずに私の信じる友情をこれからも大切にしていくって誓います。さようなら美穂子、卒業おめでとう。泣きたかった。仰げば尊し歌いながら、み
ひよこと抱き合って泣きたかったんだよ。うん。その後ね、打ち上げでカラオケ行って、さっき泣いてたのは何だったんだってくらいに、みんなで歌って大盛り上がりしたかった。卒業旅行も行きたかった。ひよことさゆりとまこと、スペインとイタリアとフランス回りたかった。そしたら偶然トーマカズさんのコンサートやってて、私たちマナーも知らずに大騒ぎして、思いっきり周りにひんしゅく買っちゃって、帰ってきたらすぐに大学の入学式が待ってて、なんだ付属の頃と全然変わんないねって、結局いつもの顔ぶれで、そしてそしてたまたま廊下を歩いてたら、どこかで見たことのある人数の聞かない4年生の先輩と偶然会っちゃって、憎まれ口を叩きながら一緒にキャンパス歩きたかった。小春同情でこういうことしちゃいけないんですよ。また女の子に勘違いさせるつもりですか、先輩。卒業おめでとう。答えになってないです。よっ園田清水、卒業おめでとう。小木曽君、何嫌味言いに来たの？ちょっとさゆり、いきなりそんな喧嘩越して。よく分かってんじゃん。小木曽君まで。結局矢田も杉浦も来なかった。これがお前たちがしたことの結果だよ。忘れるなよ。いい思い出なんかにするなよ。全部人に押し付けるなよ。うるさいな。分かってるよ浪人生後輩。発表は来週だって勝手に決めつけんな。決まったようなもんじゃん。よりにもよって試験前日に告白して振られるなんて。ちょっとそれだけは言っちゃダメだよさゆり。小木曽くん一番触れられたくない話題だよ。お前らな、あんなひどいことしといてなんだよそれは。思い出になんかするわけがない。まだ終わってないんだから。そうだね、終わってないよね。え、大学が始まるまでまだ一月もあるじゃない。終わってないどころか始まったばかりだよ。何が？わからない。これからも諦めずに美穂子を説得するんだよ私。え、しょうがないじゃんか。私たちのせいでそういうおせっかいする鬱陶しい人間がいなくなっちゃったんだからさ。だったら自分たちでやるしかないって二人で決めたんだよ。お前らどうせ卒業旅行も流れちゃったし、春休みの間中暇だしね。まだしばらくは4人には戻れないけれど、小春の望みが3人でいることなら。せいぜい美穂子と仲良くして小春をますます孤立させてやろうってさ。もう何？なんか文句ある？いや、そうじゃなくて、そうじゃなくてさ。小木曽くん。そっか。
そっか、いいじゃんいいじゃん、それ俺も仲間に入れてくれよ。あんたは予備校探すか、二次募集にでも備えてな。そうだ、聖戦の文芸なんてどう？あんたの愛しの女の子も受けるらしいよ。何を。報われないね、院長。あんた結構人気あったのに、下級生とかに。何を言ってんだ、同級生にだって人気あったわ。ほら見ろ、第二ボタン取られてるだろ。へえ、まだそんな風習あったんだ。この学校も意外とレトロだよね。しかも欲しがったの一人だけじゃないぞ。用意してた予備もほとんどなくなったんだからな。ほらもうこれが最後の一個。あのそれもらえないかな。は？短かったな。まあどうしてもそうなっちゃいますよね。何はともあれ全力を尽くせ。俺はまあ祈ることくらいしかできないけど。何言ってるんですか。私が今日自信を持ってここに立てるのは全部先輩のおかげですよ。ならよかった。受験票を持ったか。筆記具は予備も含めて揃ってるか。そろそろ携帯の電源も切っておいた方が。私相手にそんなこと言っても無駄ですよ先輩。それはそうだけど。それじゃあ私そろそろ中に入りますね。ああ頑張れよ。あの先輩、今まで本当にありがとうございました。大体まだまだ頑張ることなんて山ほどある。ここでほっとしてる場合じゃないだろ。はい。帰りも迎えに来るから、試験が終わったら電話くれよな。わかりました。じゃあ。先輩、さよなら。
やれることはやった。私としては後悔はないよ。今まで本当にごめんね。いろいろと無理言って。受験料とかちゃんと返すから。大丈夫、バイト代余ってるし。そうはいかないよ、けじめだもん。もし落ちても家には頼るつもりはないから。今はやめよう、その話。帰ってからじっくり話し合おうよ。うん、今からすぐ帰るよ。やるところも約束もないから。え、本当？何でもリクエストしていいの？それじゃあね、よかった。私のこと知ってくれてたんだね。前に一度見たことありますから。ああ、付属祭のライブの動画。恥ずかしいな、あんな下手くそな歌なのに。いつまでも残っちゃってて。そんなに緊張しなくてもいいよ。って見知らぬ相手にいきなり声かけられたら警戒するのも当然かな。見知らぬだなんて。知ってます、大西先輩のことは。本当によく知ってるんです。でも会うのは初めてだよね。はじめまして、小木曽高弘の姉の刹那です。弟がいつもお世話になってます。杉浦小春です。本当にごめんね、こんな厚かましいこと。そんなことはないです。けどどうして私のこと。高弘がね、今日あなたの試験日だって。それでやっとあなたと話す時間が取れるかなって。いろいろと意味がわかりません。ごめんね、もう少し日が経ってからにすればよかったかな。でもどうしても待てなくて。そっちじゃなくて。ん？小木曽先輩は、その私のこと、どこまで。私のしてしまったこと、どこまで。高弘に相談されたことがあるの。クラスでとても悲しい思いをしてる女の子のこと。え？そしたらとても他人とは思えなくなっちゃって、一度どうしても話したいって思うようになった。それってどういう。昔話してもいいかな。付属の時よりももっと前の、私が中学生の頃の古い古い話。中学？私ね、中3の時告られたことあるんだ。そりゃあるでしょうね。杉浦さんはあるの？ノーコメントです。結局卒業するまで仲直りできなくて。私が付属に進学したの消去法だったんだ。みんなが行かないところそこしかなくて。で付属に入って今までとは人との付き合い方を変えた。あんまり友達とベタベタしないで少し距離を置いた。みんなとの距離が近ければ近いほどちょっとしたことで徹底的に仲間外れになる。だったら最初から近づかなければいい。あなたがそんな悔しそうな顔しなくても。だって誤解じゃないですか。それ単なる逆恨みじゃないですか。杉浦さんの場合もそうだったんだよね。昨日まで友達だった人にあることないこと言われて。私は違います、誤解じゃありません。本当に裏切ったから罰を受けただけです。
友達は正しいことをしただけです。小木曽先輩の時とは状況が違います。そうかな。小木曽先輩は悪くないです。だから悔しいんです。その時の辛さ今の私には分かっちゃうから。本当に聞いた通りの人なんだね。そうですか。初めて会った相手の、しかも昔話にまで自分のことのように。ううん、自分のことそっちのけで本気でかばおうとする。でも何もできません。結局役に立ちません。そんなの意味ないですよ。絶対に自分のことは正当化しない。何があっても人のせいにしない。本当に自分の責任だからそう言ってるだけです。行動が伴わない自分が悪いんです。本当そっくりだよ。え？でね、ここからは最近の話になるんだけど。はい。先週同窓会だったんだ、中学の。行ったんですか？うん、行った。今でも一人だけ仲良くしてくれてた子がいてね、その子も出席するって言うから。服はちょっと地味めにして早めに家を出て、ちょっと道に迷いながらも無事会場にたどり着いた。結構大きめなおしゃれなイタリアンのお店でね。でもいざお店に入ろうとしたら急に足がすくんじゃってね。何度も入り口の前でうろうろしたり、周囲をブラブラ歩き回ったり、少し遠くから入っていく人たちを眺めてたり。入れなかったんですか？自分一人じゃどうしようもなくて、結局30分くらいで諦めて駅の方に戻っていった。そうですか。そしたらいきなり後ろから肩を叩かれて。あ、もしかして一人だけずっと仲の良かった友達？ところがね、仲良しグループのリーダーだった子、私が告白された男の子のこと好きだった女の子。そんな。彼女はね、お店の窓から私のことを見つけて急いで私のところまで追いかけてきたの。その人まだお店先輩のこと。そこからはね、拍子抜けするほど懐かしくて賑やかな同窓会だった。仲良し5人組全員集まってた。みんな昔のことほとんど覚えてて、次から次へと私に話しかけてきて。皆さんなんて言ってたんです？おみそ先輩との仲違いのこと。ああ、そんなこともあったねって。そんな。いじめた方はすぐに忘れるけど、いじめられた方はずっと覚えてるってよく言われるけどね。やっぱりその通りだった。例の友達の子を除いてみんなそのことだけは結構忘れてるの。怒ったりしませんでした？私も最初何それって思ったよ。もう6年以上もずっと心から離れることはなかったのに。私の人生変えといて何言ってるのこの子たちって。そう言わなかったんですか？言えないよ。どうしてです？悔しくなかったんですか？悔しかったけど、それ以上に楽しくて嬉しくて懐かしくて、やっぱりみんな大好きだったから。二次会はカラオケ、誘ってくる男の子たちは全員スルーして5人だけで。私がいきなり5曲連続で入れちゃったらみんな遠慮なく大ブーイングで。って遠慮ないのは私の方だね。でもみんな私がカラオケ大好きなのを知ってるから、
手拍子やマラカスで盛り上げてくれたり、歌を聴きもせずに思い出話で盛り上がってたり。ほら、これがその時の写真。みんなと携帯番号交換した。今度夏休みにでも旅行行こうって話になった。楽しそう、お溝先輩。本当に楽しかった。なんかいろんなことが吹っ飛んでいった。また私の人生変わった気がした。そうですか。ここまで6年かかった。本当に長かった。その間仲直りしようと頑張ったかって聞かれるとちょっと弱いけどね。でもよかった、本当に良かったです。あなたならそうやって本気で喜んでくれるって思ってた。あ、ごめんなさい、私勝手に自分のことみたいに。ううん、自分のことだと思って欲しくて話したの。あなたにも希望を持ってもらいたかった。あなたの今の辛さ、私には分かってしまうから。お味噌先輩。なんて、ただの押し付けかもしれないけど。自分がうまくいった頃って、あなたがうまくいく保証なんかないのにね。そんなことないです。たくさんの勇気、もらいました。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいな。本当に、本当に、聞いた通りの優しい人ですね、あなたって。なんだ、私のことも聞いてたの？やだな、どんなこと言われてたんだろう。私、今までなんてことしてたんだろう。自分の身勝手さが余計惨めに感じてくる。杉浦さん？もう返さないと。うん、一度も手に入れられたことなんかないけど、でももう二度とあんなことしないって誓わないと。あの、お味噌先輩、私実は。杉浦小春さん。はい。あなたも諦めないでね、友達との仲直り。はい。あ、でも今はそのことじゃなくて。そこまで頑張って何もかも敵に回してあなたが手に入れたものはそれだけの価値があるんだって信じていいと思うよ。え？あと、そうやって自分ばかり責めないで。ほんと、春樹くんに聞いた通り。そんなところまで、彼そっくりなんだから。だから私、あなたのこと、好きになれそうだよ。頑張ってね、小春さん。呼んでいいかな。ごめんなさい、ごめんなさい。Thank you.
本当だ。感じる必要なんか何もない。つまり今ハルキ君が一番好きな女の子は何の責任も両親も罪悪感も関係なく純粋にハルキ君が一番思ってる女の子なんだよね。じゃあハルキ君はこれからどうすべきか私に聞かなくても分かるんじゃない？こんなところで私に構ってる暇なんか。せつな。私のことひどいって思う？思わない。思わない。けど。けど、ハルキ君だってひどいんだよ。その、彼女に対して。見守るだけだったの？はじめからいつものおせっかいで何とかしてあげれば彼女は辛い目に遭わなかったのかもしれないのに。それは。責任なんか感じなくていい。必死に守ってあげてよ。その子のこと救ってあげてよ。ハルキ君、私の昔のこと知ってるでしょ？今の彼女の気持ち、私がどう感じてるか分かってるんでしょ？あの時、もしそばにハルキ君
てくれたから私は絶対にあなたにすがりついてた。二度とその手を離すことはなかったかもしれない。なら今の私が求めてるものもわかるでしょ。中学時代の私を助けてあげてよ。守ってあげたいのは誰？それは俺のせいで一度潰れてしまったのに、またまっすぐ一生懸命に伸びてきた、うん、杉浦小春って後輩の女の子だよ。もう潰させない。もう辛い目になんか合わせない。俺が何とかしてみせる。やっと消えたね。いろいろ意地悪なことあってごめんね。ちょっとだけ嫉妬も混じってたの。気にしないと。守ってあげてね。昔の私救ってあげてね。ごめんあなたは治せる人を治してあげてね。私の傷はもうあなたには専門外だから。切なそう、あなただけにはもう癒すことができないんだから。もうは2週間経つから、もうはこうして思い出みたいに話せるけどね。2月の最後の昨日目が赤いですよ。昨夜寝てないから。二人で相談して小春さんの試験が終わるまで話さないって決めたんだ。変に責任感じられて試験に影響しても困るから。悪いと思ってたんだけどね。絶対に辛い思いさせちゃうから。私そんなつもりじゃ。受験が終わったら、家庭教師が終わったら。春樹くんが選んだんだよ、あなたのことが一番好きだって。違います。私がいつまでも先輩を手放さなかったから、あなたに返そうとしなかったから。だからあなたは彼の隣にいられる。私はいられない。やっぱりごめんね。ここまで責任感じるなんて思ってたけど。だけどそれでもどうしても会いたかった。会ってお話をしたかった。一つは嬉しいことがあったから。一番喜んでくれそうな人に話したかったから。それって？仲直りのこと。実はね、家族にすら話してない最新情報なんだよ。それを私に。二番目は、あ
なたに元気になってもらいたかったから。春樹くんとは関係なく、高弘の尊敬する人だから。お味噌が本人すごく言葉を選んでたけどね。あんな理不尽なことされる子じゃないって、自分の力不足が悔しかったって嘆いてた。される子ですよ私。あんなに力になってくれたお味噌まで裏切ったんだから。本人はそんな風に思ってないから安心して。だって私も思ってないもの。だからって、似た者兄弟なんだ私たち。同じようにのんびり屋で、同じようにうっかり者で、だから同じような相手に憧れるのなんてね。本当は3番目の理由、単なる好奇心っていうのがほとんどなんだけど。好奇心、どんな子かなって思ったの。春樹くんそっくりの、おせっかいで生真面目で、そしてとても素敵な女の子って。それだけ。長いこと付き合わせて悪かったね。春樹くんと待ち合わせなんだよね。いえ、それは彼御宿の駅前で待ってるって。ここからなら30分くらいかな。私先輩のところには、7時くらいにそちらに着きます。私が責任持って送り出します。おぎそ先輩、ほら送信しちゃった。これであなたが春樹くんのところに行かないと、全部私のせいってことになるね。ありがとう小春さん。けれどもう帰る時間だよ。もちろん春樹くんのところにね。話そう。こんなの、だってこんなのひどいよ。はあ、危なかったな。思わず途中でやっちゃうところだった。でももういいよね。ノルマ、果たしたよね。姉として、そして、元カノとして。1週間も我慢したんだから、もういいんだよね。じゃあ俺もう行くから。
輩。試験どうだった？先輩、とにかくお疲れ。さあ家に帰ろう。晩飯一応用意してるから。今から私、先輩のこと撃ちます。うん、頼む。だから私をぶってください。それは断る。ひどいじゃないですか。最低じゃないですか。私たち。そうだよ、俺たちは最低だ。あんなにも素敵な人を、あんなにも優しい人を、私最悪の女だ。やっぱりとんでもないピンチだ。だとしても俺にとっては世界一大切な女の子だ。何考えてるんですか。本当に何を考えてるんですか、先輩は。小春のこと、小春の力になれること必死で考えてる。そんなの後悔します。絶対絶対に後悔しますってば。するに決まってるだろ。刹那でも小春でもどっちを選んでも後悔する。だったら俺はほんの少しでも後悔の少ない方を。今の俺が一番好きな女の子を選ぶしかないだろう。俺は助けられる人しか助けられない。刹那はもう俺が助けられる女の子じゃない。なんで、なんでとか、そんな理屈がどうとか言うのは目隠しで、ただ好きな女の子の力になりたかった。これからもよろしく頼む。はい、任せて、任せてください。
く待ち合わせしたカフェでもいつも立ち寄ったコンビニでもいつの間にかいつからかあなたを思い出さない月生まれ変わったらその時こそ死ぬまでそばにいるよと約束した別れのあの日に優しい嘘をあなたが最後にくれた大切な私の宝物だよ傷ついた私の心は今も癒されている気がしています雪降る空は切なく
ごめん、遅くな。30分の遅刻です。一体どういうつもりなんですか。今日がどういう日か分かっててこんな大遅刻したんですか。これって私たちにとってはかなり深刻な問題かと。検診に呼ばれてたんだよ。本当なら1時間前に終わるはずだったんだけど、向こうの手違いがいろいろあって。そうやって言い訳に逃げるところも狡猾になりましたよね。狡猾と言われようが何と言われようが、俺のするべきことは一つしかない。それ以外は一切引く気がないからな。へえ、何をするつもりなんですか。早速披露してもらおうじゃないですか。おう、一字一句聞き漏らすなよ。一度しか言わないからな。どうぞ。よし、じゃあ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。こんな大事な日に約束守れなくて本当にすみません。何度でも謝るからどうか許してください。もういいです。なんか別の意味で泣きたくなってきましたから。さすが小春、相変わらず度量が広い。本当愛してる。早く行きましょう。グズグズしてると剥がされちゃいますよ。うん、愛してる。だいぶ安くなりましたよね、先輩のそのセリフ。別に先に見といてもよかったんだぞ。どうせ受かってるに決まってんだし。それはそうですけど、昨夜一緒に見ようねってちゃんと約束。だからそれは悪かったよ。機嫌直してくれって。大丈夫大丈夫、ほらまだちゃんと掲示されてる。まあ人はだいぶ減ってるけど、でもまあ結果オーライだろう。これならちゃんと小春でも番号を探せる。人混みの中だと埋まっちゃうもんなお前。さてと、小春の受験番号何番だっけ。小春、どうしたんだ。早く見て、早く帰ろう。先輩、見てきてください。は？なんで。1365番ですから。だから見てきてください。小春、いいです、私やっぱり見れません。だったらわざわざ。だったらなおさら自分で見ないと。やっぱ喜びの大きさは違うと思うぞ。そうなんですけど。小春、絶対大丈夫だ。自分が信用ならないなら俺を信じろ。俺がついてるから、何があっても俺が一緒だから。はい、一緒に受け止めるから。はい。1365番だったよな。
1365番？あった。どこ？どこだよ？あった！あった！ありました！ 1365番！あそこです！ほら、一番上ですよ！あった！だから言っただろ、絶対余裕だって、受かるに決まってるって。そんなの、そんなの決まるまで信じられるわけないじゃないですか。小春、本当にありがとうございました。今まで私のそばにいてくれて。だからそういうお別れみたいな言い方は。先輩と同じキャンパスを歩くことも、先輩が大学生の間に大学生になることもできなかったけど、その代わりいつも一緒だった。これからだってそうだ。なら言葉に甘えます。本当に甘えまくっちゃいますよ。なあ小春、これでやっと卒業旅行行けるな。何言ってんですか、卒業なんて1年も前のことじゃないですか。来た、合格！やったー！今度こそ。本当？本当になの？間違いないよ、北原さんからの速報、今会場からなんだって。小春ちゃん、もう本当にハラハラさせやがって。1年も待っちゃったじゃないか。私たちのせいだけどね。これからだよ、これから。何年もかけて償っていけばいいんだ。うん、小春がやったようにね。みんな、さーてと、そうと決まったらお祝いメッセージいきましょか。さ、ほら、あなたが書けるんだよ、一年ぶりに。え、嘘。当たり前じゃん、諸悪の根源なんだから。そんな言い方って。ついでに卒業旅行の話もしておくんだよ。スペイン、イタリア、フランス、8日間の旅。どうしても彼氏と離れるのが嫌だって言ったら、彼氏ごと連れて行くように仕向けるんだよ。北原先生まで誘っちゃうの？悔しかったらあなたも彼氏作ればいいのよ。この前の合コンだって言い寄られてたじゃない。彼氏持ちは言うことが余裕かましすぎててムカつくね。あ、出た。ほら、美穂子。あの、もしもし。合格おめでとう、小春ちゃん。